はい、皆さんこんにちは。こっちはこっちで動画撮るから。今ジュン配信してるんですけど、僕は動画を撮ろうと思います。このトートバッグをね、ちょっと紹介します。昨日の動画だけだと、まあなんかあんまいいことあんま言えなかったんで、トートバッグを紹介していきたいと思います。これまで何本かの動画に分けるかもしれないし、もう一回同じ紹介するかもしれないんですけど、僕が使ってるトートバッグ、17枚全部で今日公開したんですけど、11枚僕が開けたんで、皆さんに販売できるのは16枚だけです。でもね、杉並までにはもうちょっと増やせたらいいなと思ってるので、頑張って増やしたいと思いますが、このまずは今回作った物販が売れないことには、することすらできないので、まず頑張って、ツアーで売っていきたいと思います。でもあれです。これでも動画撮ってるけど大丈夫？いいよ。あ、それ触れない方がいい。触れない方がいいよね。あんまり。あ、いい。あ、いやいや、で、そうです。あ、でもツアーではなんか16枚しか売れないんで、まあ、一公演4枚ずつかなと思ってます。欲しい、絶対トートバッグだけは絶対に欲しいみたいな人は、すいません、買えないかもしれないです。まあ、レアです。あんまりね、数作れなかったんです、すいません。中に今回はね、いろいろこういうのを物販で使うこういうスタンドとかね、ペンとか入れてるんですけど、まあまあな容量があります。街もかなりあってて、大きさもこの通り結構あるんで、多分楽譜とかもちゃんと入るし、レッスンバッグに使えるかなみたいな、僕はそう思ってます。レッスンバッグ、でもね、サックスのレッスンにテッタチのロゴついてるのを持ってったら嫌われるか、先生に嫌われるかもしれないんで、そこはちょっと気をつけてください。まあ、ただ俺はこれはこういうコンサートの時に備品入れに使いたいと思ってます。サックスのスタンドとかもね入るんで、もうちょっと数すれたらね、自分で何個か持って、全国回りたいなと思います。あとなんかお風呂バッグにも使えるか。お風呂バッグに使えるわ、これ。お風呂バッグに使えるな、そうね。タオル入れて、欲しい。お風呂バッグにそれちょっと欲しいな。2人とも反応してくれてます。そう、お風呂バッグちょうどいい。しっかりして、出して、いいね、ありがとう。しっかりして、ありがとう。ここにこうなんかね、引っ掛けるものもジャラジャラつけられるし、ジャラジャラつけられる。そう、なんかストラップつけられるからね。はい、そんなわけで、まずトートバッグ紹介でした。他の商品もね、こう福岡まで行く間ねめちゃくちゃ時間あるんで、紹介していきたいと思います。ではトートバッグでした。